4月25日火曜日の全国の天気をお伝えします。まずは予想天気図を見ていきましょう。低気圧や前線が接近し、西から天気は下り坂です。雨の降り出しや降り方にご注意ください。まずは天気の流れ見ていきましょう。九州や四国、中国地方では朝から雨の降るところが多く、九州、四国では一時的に雨の強まる可能性もありそうです。近畿も昼前には雨が降り出す予想です。午後は本降りの雨となります。一日を通して傘が手放せません。中部も昼過ぎ以降、西のエリアからだんだんと雨の範囲が広がり、関東の西部や群馬県も夜は雨の心配があります。その他の関東でもだんだんと雲が広がりやすくなりそうです。また北日本では日差しが届きます。天気の崩れはありません。予想最高気温を見ていきましょう。西日本や東日本でも20度に届かない予想で、特に西日本では日差しも乏しく、昼間は15度に届かないところもありそうです。少し肌寒いくらいの体感になりますので、外出の際は上着が活躍します。北日本では昼間は日差しの暖かさを感じられますが、朝晩は冷えますので、服装でうまく調節をしましょう。最新の気象情報はウザーニュースのアプリでもご確認いただけます。